アルザスでは完熟しなかったリースリングのアルコール度数を高めるために補い等が用いられることがある。ワイン醸造における古等内誌はシャプタリザシオンは発酵前のブドウの果てもろみに砂糖を加えることであり発酵後のアルコール度数を高めるために行われる。チャプタラゼーションという名称はこの手法を開発したフランス人科学者のジャン・アントワーヌ・シャプタルに由来する。 ほとがワインを甘くするために用いられることはなく、イースト菌の作用でアルコールに変換することが目的である。ほとはフランスのワイン産業において長らく論争や不満の種であった。これはほとが認められると冷量な地域のワイン生産者にとって有利になるからである。1907年には暴力を伴う抗議活動が行われ。 その結果フランス政府はワインに添加できる砂糖の量に制限を加えるようになった。歩糖はワインの豊かさを向上させるとみなされることもある。例えば EU のワイン法において EU 圏内でほ糖は合法であることが明記されている。歩糖の法的な扱いは国や地域、ワインの種類によって異なる。一般にブドウの糖度が上がりにくい地域では合法であることが多く、 フランス北部やドイツ、アメリカなどが当てはまる。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、イタリア、スペイン、南アフリカでは禁止されている。アメリカでもカリフォルニア州では禁止されており、ドイツのプレリカッツワインに対しても用いることはできない。フランス人科学者、ジャン・アントワーヌ・シャプタルワイン作りにおいて、ブドウ果汁に糖分を加える。手法自体は古代ローマの時代から存在し、 そのために蜂蜜が使われていた。もちろん科学的な成分に関する知識はなかったわけだが古代ローマのワイン生産者はワインのボディや口当たりに好影響があることを把握していたようである。長きにわたり、ほとはフランスワインと関連づけて語られることが多かったが、フランスにおいて砂糖がムストに加えられたという最初の文献上の記録は、 百科前書の1765年版である。その中でワインを甘くするために、それまで用いられていた酢酸鉛に変えて砂糖を用いることが提唱された。1777年には、フランス人科学者ピエール・マケールが砂糖をムストに加える真の科学的利点は、単に甘さを加えるというよりも、アルコール度数を高めることで未熟な果実の高い。 サンドとのバランスが取れることであることを発見した。1801年には、ジャン・アントワーヌ・シャプタルがナポレオンの配下でワインの主質と保存性を高める手段としてこの手法を推奨するようになった。1840年は天候が厳しく、冷涼な気候の土地では十分に熟したブドウの収穫が極めて難しかったことから、ドイツのワイン産業は大打撃を受けた。 ラディックガルという名前の科学者がシャプタルの推奨した、ほとうの手法を用いて、天候不良の影響を軽減しワイン生産者を、助けようと主張した。このファーベサーンと呼ばれる一連の動きは、天候が厳しかった時期のモーゼルにおける安定的なワイン生産に一役、買ったという。20世紀に入ると、ほとうは、フランスのワイン産業において、物議を醸すようになってきた。というのも、 工業的なワインが市場を席巻し価格破壊が進んだことに対し、ラングドックの伝統的なワイン生産者が抗議を始めたのである。1907年6月には90万人を超える抗議者が政府に対し自らの生活を守るよう訴える大規模なデモがラングドックで行われた。ナルボンヌでの暴動のためにジョルジュ・クレマンソー首相は軍を統治に向かわせ、 その後の衝突で抗議者の中から5人の死者が出た。翌日、ラングドックの抗議者に共感する者たちがペルピニャン県庁に火を放った。これらの抗議活動に応じる形で、フランス政府は砂糖への課税を引き上げ、ワインに添加できる砂糖の量を制限する法案を成立させた。醸造の過程において、スクロース分子は最終的にアルコールに変わる。 ブスとの糖度の調整を目的にしたほとの手法はいくつか存在する。一般的なほとのプロセスでは砂糖キビ糖が最も多用されるが、醸造化によってはビーツ糖やコーンシロップの方が望ましいと考えるものもいる。ブラウンシュガーの添加は多くのワイン生産地域で適法ではない。ほとが全く認められていない地域であっても、 ブドウの濃縮果汁を加えることが可能な場合もある。ムストに砂糖が加えられると、酵素反応により自然に、スクロース分子は、グルコースとフルクトースに分解される。これらの分子が、イースト菌で発酵されて、アルコールとに酸化炭素に変わる。温暖な地域では、むしろ過熟してしまうことが問題視される。そのため、補い糖とは逆に、補水や補酸が行われることがある。 このような手法はカリフォルニアのような地域で用いられることがあるが、ムストに通常の醸造を行った場合に過剰となる糖分が含まれる時に濃度を下げるために水分を加えることがあるのである。補酸を行う場合は主席酸が添加される。これにより熟したブドウにもともと含まれる糖度が高く酸度が低い時にバランスを取ることができる。シャンパンの生産では醸造後、 砂糖やワイン、場合によってはブランデーが軽量の上で添加され、その後瓶詰めされる。この過程は、ドサージュと呼ばれる。他方、シャプタリザシオンは発酵の前に行われるものを指す。シャンパンの生産者も、ムストに砂糖を添加する通常の意味での補導を採用する場合がある。ワインに関わる記者の中には、歩導によって、 ワイン生産者は完熟していないブドウを使い収量を過剰に上げることで、質を犠牲に生産量を増やしていると主張する者も,もいる。逆に、生産者の中には、技術の進歩を積極的に利用する者も,もいる。例えば、逆進糖膜を用いて、未発酵の果汁から水分を取り除くことで、生産量を減らす代わりに糖度を上げるような技術である。シャンパンの製造において、 ほとは一般的に行われる。ほとは多くの国々で厳格な法規制のもとにある。北寄りのブドウが十分にこなさないことがある地域で許可されている例が一般的である。EU 圏内においては気候で区分されたワイン栽培地域に応じほとできる量が定められている。天候が特に不順であった年では、上表よりも0.5%多く、 ほとすることが認められる場合もある。各国のワイン法において、ワインの格付けによってはより厳しい規制内視はほとの禁止が定められている場合もある。ドイツ等いくつかの地域では、ほとの有無をラベルに明記しなければならないと定めている。フランスをはじめとする、その他の地域では、そのような表記に関する要件はない。アメリカでは、連邦法の規定により、自然に得られる。 ブドウ果重中の糖度が低い場合に補い等が認められている。そのため、冷量な地域であるオレゴン州や、もともと糖度が低いブドウであるマスカディンを土着品種として栽培しているフロリダ州などでは歩糖を用いることが可能である。ただし、個々の州で独自の規制を行っていることもあり、例えばカリフォルニア州では歩糖は禁止されている。もっともカリフォルニア州では、 不動家汁の濃縮が行われる場合がある。ありがとうございます。